シガノクセブンさん、でもケイゴさんチーマン時代53年英福エンペラーにビビってたんじゃないですか。全然ビビってないよ。でもねえやろっつってさ、見立てだって電話かかってきて話したもん俺だって。お前いいよっつってさ、ね、見てなきゃ聞き入っちゃってたね。お前さっつってさ、お前何のためにお前ボス族やってんのっつってさ、チーマンボス族っつってさ、えっとか言ってさ、ね、お前黙っちゃったからさ、な、男磨くためにやってんだろっつってさ、ね、お前男だったらタイマン張れよお前っつってさ、ね、どこに溜まってんのか分かんねえしよっつってさ、ね、お前ら溜まってるとこ行ってもらっつってさ、ね、どこにいんだよっつってさ、今ですよ全然ビビってない俺なんて。もう毎週渋谷行ってたからそれで後輩がビビっちゃってたから、それは間違いないよ。だからなんかケイブ君なんか行ってやろうかっつったらさ、いやちょっとケイブ君来てもらいます、ちょっと申し訳ないっすとか言ってさ、いいよっつってさ、行ってやるよっつって、来ねえなみたいなさ。見立ての松島と小池とかみんなだから英語に下ったって言ってんじゃん。俺全くビビってないよ。でも電話でお前ら男を磨くためにフルやってんのにね、タイム張れやつ、俺奇襲しかしねえからやとかピッて切られたね。もう切っちゃったよみたいな感じで、俺ら奇襲しかしないっつった、ね、俺が一人になったら来んのみたいな、バッチバチいけんじゃんそんなの、汚え感じだったらバチバチ食うっしょマジで、ね、一発やってるよみたいなさ、一発で面倒2個取ってやっから、もしなんかバッ金属バットとかさ、鉄パイプとか持ってんだったらね、まずこうちょっとひび入ったり折れたりとかしてもバンと止めてさ、一発止めるももう勝ちじゃん、はっきり言ってバーンっつってさ、いいすげえみたいな、もうどうせ折れてっからみたいなさ、もうすっごいよみたいなさ、いいっしょ、いっちゃうっしょみたいなさ。